髪型は変なんですけど。こんばんは。どうしたらボソボソ感なくなるかな。そうなんです、今バスローブを着ています。楽ちんなの、すごく。夏はね、お世話になってます。夏のさ、お風呂上がりはさ、シャワーとかさ、お風呂の水分だけじゃなくてさ、汗もさ拭いてもさ、わーって出てくるじゃん。だからその汗が、やめて、セレフとか言わないで言わないで。そう、それが引くまで、収まるまでこれを着てると、パジャマが濡れなくて済むから、そうこうしているのです。そう、夏の時ってさ、汗止まらないよね。しーちゃんとみゃ面白かった。そうですね、今日の舞台はそう、二人の先輩がお昼の時だね、お昼の時来てくれてた。私も袖で大爆笑しておりました。そう、私はその時、そう、その時に私はいないというネタバレになっちゃうんですけれど、私はそう、ゲストの方とそう、ちょっとお話しすることができないので、はい、袖で笑っておりました。残念。まあ、ぬるで絡めってやれてもちょっと難しいところがあるんだけど、ね。ああ、ゆいはんさんも強かったね。面白かった、先輩たちみんなリハの時から面白い。わあ、すごい、打ち上げ花火だ、キラキラー。エピソードが強かった。そうね、今日またね、マネージャーさんがね、そう、ミョウさんもいたから、リプロのマネージャーさんが美味しいパンを差し入れしてくれて、たくさん食べちゃった。幸せー、すっごく美味しいパン。うん、バスチーはね、自分で買った、朝美味しかった。チョココロネ、パンはね、ちっちゃいソーセージが入ったちっちゃなパン、今ね、差し入れが、そのそういう感染症対策で個包装になっているものしか、そう、受け取ることができなくって、そう、マネージャーさんが特別にそれでパン屋さんにお願いしてくださったみたいで、特別に作ってくださった、そう、差し入れ用に特注、それがね、すごく美味しかったんだ。うん、
会場近くのツバメグリル行ったことある。品川のところにツバメグリルがあるの。その品川のは分からないけど、ツバメグリルっていうところは行ったことあるよ。合ってるか分かんないけど、トマトのサラダが美味しいよね。トマトの中になんか、なんだ、サラダが入ってるやつ。私が行ったとこだけかな。ハンバーグ、私いつもハンバーグは食べてないな。何食べてたかな。ハンバーグが定番。え、やっぱトマトあるところ。そうだよね。私トマトをさ、昔本当に嫌いだったのに、砂糖とかお塩振らないと食べられなかったのに、なんでこんな好きになったんだろう。あー、そう、玉ねぎが、そうそう、挟んでるやつね、あれ美味しいよね。なんか久しぶりに思い出した、その味を。食べに行きたくなってきちゃった。でも今はね、一番優先度はね、バスチーが一番高いから、ちょっとね、バスチーを。砂糖、そう、お母さんがトマトはね、砂糖つけると食べやすくなるよって言って教えてくれて、でもその時そんなに好みじゃなかったな。うん、トマトの何がダメだったの？あのキョロキョロしたところがあんまり好きじゃなかった気がする。今はすごい好きなんだけどね。何がダメだったかも忘れちゃうぐらい好きになったんだなと思って。ネギも食べられなかった。今も食べられないもの、和菓子、3つも言ってるけど、和菓子とか、薬味系あんま好きじゃない。あれ、キョロキョロって伝わらない？あれはキョロキョロって言わなかったら、あれなんて言えばいいんだ。みずみずしいところ、種が、種を包んでいるものかな、なんて言えばいいんだろう。あれキョロキョロで伝わらなかった。あー、お豆系ね。あー、そうかも。お豆系あんまりじゃないかも。確かに、キョロキョロはずい。あ、そう、いつもご飯の話してる。マニキュアの色濃い、そう、発色すごい。そうね、明日でおさらばです。明日やっと配信で見れる。ああ、そうだね。ああやだな、明日泣いちゃうかな。まあ、こっそり泣くだろうけど、表だって絶対泣けない。意味合いが変わってしまうから。終わった、悲しいなってもし思ったとしても我慢するだいぶそれでちょっと変わってしまうので。そうなの、あのね、そうなんですよ、ストーリー的にそうならないので、あのこっそり、あの終演後「お疲れ様でした」って言って、こっそり泣く、あのそういう感情になったらならないけど、ぬるさ
様はね、そっちでは泣いてないんだわ違うことでは泣いてるかもしれないけど、いやー明日で終わりか。前あっという間だったけど、ちょっとね今回長いな長い。その辺が、あの普通にあのやってる期間が長いなってすごい思う。ねえ、声数が今までの中で一番多いんです。砂爪で引っかいてくださいもう引っかくどころじゃないからね。そんなに見に来てくれてたの嬉しい、ありがとう。今日も見に行ったよ。おお嬉しい、ありがとう。本当に配信嫌なんだけど、やだちょっとやだな。一回やるんだったら初日に一回やってほしかったな。私今も映像であの自分のやったやつとかチェックしたりするんだけど、毎回毎公演全部撮っててくださってるから。でもそれって全部引きだから、その真ん中のブロックとかの人は多分私がどんなお顔をしてるかとかわかると思うんだけど、でも多分今までそんなに近くで見てない人は多分その配信で見るんだろうから、私も実際別に鏡を見て演技をしたことなんてないから、自分でもどんな顔してるかわかんないし、本当にもうね、ほんとひどい顔してるのは分かってるのもうだから本当に明日嫌なんだけど、本当に怖い、めっちゃ嫌だ。やだ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 、本当に嫌だね。メイクもすごく濃いから、多分ね今のこのすっぴんの状態でやってちょうどよくなるぐらいだと思う。本当にメイクしてあの顔するともう本当にもうやだ本当に嫌なんだけど、どうしよう。メイクはライよりマシ。まあそうそうなの、そうなの、全部自分でやってるから。メイクだって毎回さ、集合のさあのメールとか何時にあのここ来てくださいねみたいなメールがさ毎日届くんだけど、そこにそこにだよ、そこに注意書きみたいな感じで舞台なのでメイクは濃いめでお願いしますって書いてあって、あーやだー、これで出たいこれでやってちょうどいいぐらいよ、やだなー。でも気にしてたら無理だ。そう本当にやだ。やだ。ちょっと今衝撃的なコメントを見つけてしまって、明日が怖くなった。
ね、わかる。ごめんね、コメントも読み上げず勝手に一人で見て楽しんじゃってる。これから短パンでランニングしてきます。おお、長ズボンの時もあるんですか？今日は短パンでということで頑張ってください。ただ夜結構いい時間なので。クラブにコメントして、そうなんです。昨日夜中にこっそり ファンクラブのブログを更新していたのです。蚊に刺されそうだって、気をつけてね。舞台の曲を音源化してほしい。どうなんだろう、できるものなのかな。何かに乗せてくれたらね、いいよね。私は持ってる。オフボーカルバーしか持ってないけど、しか存在してないからあれなんだけど。今回の劇中歌全部好き。いいよね。私も好きだよ。お代理がリンリンとお話ししたいんだって。え、本当？いつも隣にいるのに タオちゃんが言ってた？何ですか？あそこに立つと目線の高さ2階くらい。2階よりはちょっと 見てない人にはさっぱりの話だよね まあ地底にいる時よりかはいろいろ見えやすいかなというのはありますね。じゃん、定期で。本当？なんか手褒められること私なかなかないんだけど。でも今はちょっと爪をちょっとだけ伸ばしてるから、本当はねすっごい短く、うわ気持ち悪い、本当はすごい短くしたいんだけど、今までさこのキワキワのところまで切ってたからね、伸びてるとさこの奥の方にさ爪が入らないのがすごい気持ち悪くて、早く切りたい。やっぱりお料理とかする、まあ、最近はそんなしてないんだけど、お料理っていうお料理を、このねこの間に詰まってるのがねほんと気持ち悪くなる。分かんないよねこの気持ち悪さ。まあ確かにね、この伸ばしてるとこう長く見えるからいいんだけどね、そういろいろ支障が出てしまう、なんか作用がしづらいとか。あの虫は？
ああ、楽屋に現れた虫さん、その後どうなったかはご想像にお任せします。私が救いました。何の虫？わかんない。虫についてそんな詳しくないから、何の虫が現れたかちょっとわかんないな。食べちゃったかな。どうだろうね。食べてしまったかな。おだいりの酒がいる。おだいりめっちゃさ。なんかすごい、なんか叫んでると思って、どうしたんだろうと思ったらさ、虫に襲われててなんか床に這いつくばってたんだけど、私がさ「えいえい」ってやってて、虫が逃げ回るからいろんなところに飛び回って、でお尻のなんか顔の近くにブーンってやってなんか床にうやーってなってて、そしたらまた虫がお台の顔の近くに行って、だからよくあんなパニックになって写真撮ってたよな。すごいな、そこは冷静なんだね。虫大丈夫だけど、私全く平気なんだけど、でももし私もあのナメクジだけは本当に苦手だから、ナメクジがいたら私もそうなっちゃうかもしれない。うん、虫全般大丈夫、ナメクジだけは本当にね。なぜこの世に存在しているのかよくわからない。需要あるんか。確かに最近見ないからすごい助かってます。でもね、逆にあの出くわさないことでね、耐性なくなってしまったから、見つかった時ちょっとどうなっちゃうかな、暴れちゃうかも、私はーってなっちゃうかも塩がもったいないよ、やだ、そんなことに塩を使いたくない。もうやめよう、この話。あのね、その名前でね、コメント欄が埋め尽くされるのも本当に嫌だ。ちょっともっとハッピーな話しようぜ。てかもうなんかショールームしてたら髪乾いてきた気がする。私いつもね、そんな髪セットしないで出てってるんだよね。なんかこのまま何もしなくても明日立てちゃうかも、ステージに。そのくらいそんなにあんま何もしてない。プリンって美味しいよね。突然ですね、私もプリン大好きだよ。バスチーに はまる前はね、プリンだった。かぼちゃプリンとか。ねえ、おいしいよね。最近ハーブスイッター行ってない。行きたい、すごく。プリンとゼリーどっちが好き？今はプリンが好きかな。品川駅の中にチーズフォンデュケーキ。ん？チーズフォンデュケーキ？なんだそれ。チーズフォンデュじゃなくてチーズフォンデュケーキ？何それ、興味深すぎる。フ
ルーチェ知ってる？知ってるよ。私は岡部家で夜ご飯食べ終わった後フルーチェ作る担当だった。今でも覚えてる。フルーチェ作る時はよく冷えた牛乳を 200ml 入れて混ぜるのです。いっぱい作ってたから覚えてるよ。今は変わっちゃったかな、分量作りすぎて覚えちゃった。そう、お兄ちゃんか私だった、あるいは一緒に作ってた。私はね、いちごよりぶどうの味のフルーチェが好きだった。今いろんな味あるんだ、すごい。アバラは作んなかったかな。アバラってなんだっけ。あ、ブドウじゃないかも、ブルーベリーかな。ブルーベリーな気がしてきた。やばい、フルーチェの話してたら50年の風になっちゃった。もう次の日になっちゃう。あー、今日は宿題あるな、やばい、やんなきゃ。でも今日は本当に偉いと思う。日付が変わる前にお風呂が完了しているというね。いつもこの話するよね私。どんだけ普段ねだらしない生活をしているか。じゃ、なんか頑張ったから、ちょっとそのね、頑張った成果じゃないけど、そうなんか伝えたくなっちゃうの。すごくない？私、当たり前のことなんだけど、こんなにお風呂に早く入って偉いって、そう、どうでもいいことをみんなに伝えたくなってしまう。始まりのパンフレットかって、嬉しい。あのあれに写ってるさ、ビジュアルのさ写真めっちゃかっこいいよね。あんなにいい写りなの嬉しいです。あー、生配信やだなあんなね、2部で見てねとか言ってるけど、一番本当に乗り気じゃない人が。明日は千秋楽ですね。頑張ってきます。生徒会長でした。生徒会長見別に何もなかったけどね。おやすみ。しょうがないじゃん、私が担当になっちゃったんだから言うの。表向きはね。おやすみ。メール送れなくてごめん、すまぬる。流行らない。バイバイ。笑わないよ。